日米地位協定っていうのは強制協定ですよね。ですから本来はね、本来は日本国憲法のもとに各種の条約が結ばれているはずなんですけれども、この地位協定に限って、日米安保条約に付属する地位協定によって、これが全てオールマイティーになっているという現実があるわけですよ。日本国憲法は全然そこのところに及ばない、そういう実態が戦後ずっと続いているということで、私は今日米地位協定が日本国憲法の上で来ちゃってるんだと。本来ならばこれ憲法違反でしょうと言えても、そこのところは、多分です。全部アメリカのことです。全部多分です。そしたら日本国憲法なんか何も意味がないんです。現実に起きていることは全て日米地位協定というのが全てをその上にあって、その下に細々と日本国憲法があるという状態、これが現実だというふうに私は思っています。